今日から新型コロナワクチンの秋の接種が医療機関などで始まり、札幌中央区のクリニックには朝早くから大勢の人が接種を受けに来ていました。このクリニックでは今月分の予約はすでにいっぱいだということです。また流行ってきてますよね。で、自分がなっても人にうつすのも悪いですし、自分がなるのも自己防衛ですし、それで2人で打とうって言って打ちました、はい、今回で接種は何回目？7回目なんです。接種券送られてくるので勤勉に受けといた方がいいかなって、まだまだちょっと安心できないなっていう部分があって、はい、秋の接種ではオミクロン株の変異型 XBB 系統に対応するファイザー製とモデルナ製のワクチンが使用されます。接種は全額公費負担で、期間は来年3月31日まで、自治体が発行する接種券が必要です。コロナが5類に移行されたため、無料の接種はこれが最後となる可能性があります。新しい株にも効果があると言われておりますので、冬場ですね、移動があったり、受験があったりとか、様々なイベントもございますので、一つの手段とお考えいただければいいんじゃないでしょうか。インフルエンザワクチンと同時に接種しても安全性に問題はないといいます。今年はワクチンの流通が非常に潤沢のようですので、ご希望の方は、積極的にお受けになられると良いと思います。電話での予約は大変混み合い、つながりにくくなることがあるため、札幌市ではインターネットでの予約を呼びかけています。